前里ダムは南西諸島の石垣島中部を流れる宮永川水系本流に建設された灌漑、地水、上水道供給のためのダムであり、日本で最も南に位置する多目的ダムである。宮永川土地改良事業の一環として低減ダムと共に建設された。灌漑に加えて設計洪水流量290立方メートルに対して90立方メートル、 S, S の洪水調節能力を持つ。また、不特定用水として、上水道用水が供給される。石垣島は年間洪水量が多いものの大半は、梅雨と台風によるものであり、洪水量は不安定である。このためしばしば干ばつが発生し、農業生産は不安定であった。特に1971年は3月から9月に、 かけて191日間に渡り雨が降らず深刻な事態となった。沖縄本土復帰を経て1975年から宮永川土地改良事業が始まり、1992年までにダムや排水池などが整備された。前里ダムはこの事業の一つとして1975年10月に着工、1977年2月7日に、 仮排水路工事が始まり、同年10月21日に起工式が行われた。翌1978年3月23日に停滞が着工され、1981年6月12日に成立が完了、1983年3月に竣工した。前里ダムの建設に要した費用は約45億6000万円であり、そのうち、 約24億8000万円が農業用としての配分となっている。ダムの管理は1993年4月1日から沖縄県に委託されている。洪水破棄は速攻腰流式、取水設備は車道である。ダム砂岸に管理棟が置かれている。隣接する低減ダムとは全長929メートルの表道水路で結ばれており、余剰水を 貯水量の多い低減ダムに送ることができる。宮永川土地改良事業10年の歩み P さん、ありがとうございます。